マブラブフォトンフラワーズ前回の続きからプレイしていきましょう。さて卒業式前日、明日こそ住み方仲直りというかできるのかな。やったやったぜ、とうとう手に入れたぞ。見ろよこのチケット、こんな紙切れ数枚のために俺の夢がある意味人生がかかってんだ。俺はこんなもののために死ぬ気で働いたんだ。こんなもののために。でもクソ死ぬほど嬉しいぜ。なんか正直よくわからんけど、働くってのはこういうことなのかもしれないな。冷静になって考えてみれば、たかがこんなものに譲れない価値を見出して、そのために必死になる。自分の中の大切なもののために頑張るんだ。それが働くってことで、金を稼ぐってのは辛いんだよ。頭がぼーっとして、さっきからなんだか思考がぐるぐる回ってるような気もする。スミカ、あと少し待っていてくれ。土曜日に卒業し、そうか、そうだな。親御さんとかが来るから、そうだな。休日だったかな？俺の時。6時か。昨日はめちゃくちゃ早く眠ったからな。今日は卒業式か。考えてみれば、博寮生としてこの部屋を使うのは今日が最後だな。そうか。制服着るのも今日で最後か。卒業式だってことは分かっていたはずなのに、気持ちが落ち着いていなかった。ここんとこ、それどころじゃなかったからな。俺にとっては、学校はないも同じようなもんだった。今頃になって、こんな思いに駆られるとは。制服も白いから目立たないけど、テッカテカだな。こいつも、もう着ることはないわけか。カバンも教科書も。教科書はもともと愛着なんかなかったけど、机の上は卒業なんて無縁の状態だ。教科書も辞書も置きっぱなし、すぐにカバンに詰め込んで持っていける、いつもの状態。そんな日はもう来ないわけだが、そういや、机の上にあるのは卒業アルバムか。置いた記憶すらない。ってことは、当然後ろは真っ白。普通はここにみんなのメッセージや落書きが入るんだよな。え？あ、そうなの？書かなかったな。いや、俺書いてもらってないわ。他人には、なんか、埋めたい奴らのために書いたけど。書いてもらってないな。自分がこういう目に遭うとは。こういう目とか言うなよ。傷ついてる人もいるんですよ、ここに。去年の卒業式の時、それほど友達だったってわけでもない先輩がやってきて、何か書いてくれって言ったんだよな。見たら後ろ真っ白でさ、ちょっとしたからかいのつもりで、先輩友達いないっすかって聞いたんだ。そしたら、受験の日程の都合で卒業式だけギリギリ間に合ったんだって。みんなはアルバムもらった日に色々と書いてもらうから自分はないんだって言ってた。そんなもんかって思ったよ。卒業式当日はなんだかんだ言ってそんな時間はなくて、最後のホームルームが終わればみんな思い思いの場所に行ってさよならして、だから正直誰かのために何かをしてやろうなんて余裕はなかったんだ。直で帰ったな。なんか話とかした覚えは、ちょっとあるかな。そりゃそうだよな。自分にとっても最後の学校だもんな。やりたいことは山のようにあるんだろうよ。そういうものは、もう終わりって時になって、途端にあれこれ出てくるもんだ。先輩は、白いのはさすがに寂しいだろなんて、柄にもないこと言ってたから、デカデカとサインしてやったけどな。先輩最初は文句言ってたけど、そのうちもっとかけかけってさ。あの人、今どうしてんだろうな。自分のアルバム、見返すことなんかあるのかな。ないな、俺。どこにあんだろう。どこにあんだろうって言っちゃダメだけどさ。なんか、しまい込んだ気がすんな。俺はどうしようかな。正直、教室で爆睡ぶっこいてた分際で、今更言い出しにくい。自業自得なのに、学校悪いじゃないか。それを後悔するときは来るんだろうか。わかんねえ。
そんな先のことなんか全然わかんねえよ。ま、一応持っていくか。これでペンを忘れていくんだろ？それ、俺はそんな間抜けじゃねえぞ。なんだよ、超書いてもらう気満々じゃねえか。しかし、いろんなことがあったな。特に3年の後半は目白押しだった。メイヤが来てからか。ここにメイヤの部屋への扉があったのだって、ついこの間のことなんだぞ。さすが、三剣財閥。どうやったのかは知らないが、次も一つ残してない。ここにそんな壁があったことなんか、とても証明できそうにない。育ちになっていた街並みだって、一晩ですっかり元通りに行っちまっ、元通、すっかり元通りにして、行っちまったんだよな。何も残してないから、いつか忘れてしまうんだろうか。忘れるわけはない。何も証拠がなくたって、ここには扉があった。そうだよな。たとえ教科書が捨てられていても、そいつらがここにあったのは事実だ。制服を着なくなっても、もういらないって捨てられても、それをテッカテカになるまで着たことは事実だ。アルバムだって、何も書かれてなくても、俺が白寮でいろんな奴らといろんなことをやって、3年間過ごしたのは変わらないんだ。わかってるんだよ。こう思うのは干渉なんだって。でもやっぱり、持って行きたくなるんだよな。そういうもんなんだろう。理屈じゃないんだ。部屋をちょっと見渡しただけでこれだ。普通なら、もうちょっとゆっくり思い出作りをするところなんだろう。前の日なんかに、柄にもなく制服を自分でハンガーにかけてみたりしてさ。落ち着いて周りを見渡せば、もっともっと、いろんなことが思い出せるだろうし、引き出しを引っ掛け回せば、写真の一枚くらい出てくるだろう。自分の部屋なのに、ゆっくり見渡すことなんて、そうそうあることじゃないからな。何かを見つけるだろうさ。そりゃな。そしてそういうのって、後で見つけても、あんまり意味ないんだよ。卒業前の今、見つけるのとは、きっと、いや、絶対全然違うんだよ。でもいいよ。みんながおそらく感じたと思う何かを、俺は感じることができなくてもいい。俺は、それよりも大事なもののために、残された全部の時間を使ったんだから。みんなにも相当迷惑をかけたけど、俺はそれでも、自分で正しいと思ったことを、やりたいと思ったことをやったんだ。そして今日は俺の卒業式でもあるけど、すべての答えを出す日でもあるんだ。俺が忘れちゃいけないのは、このチケットと、新しく買ったサンタウサギだけだ。スミカ。もう少しだけ待っててくれよな。見慣れた通学路。ここは俺の地元で、これからもしょっちゅう通るはずなのに。こうして、今日という日に歩いていると、やはりいつもとは違うものを感じる。いつも通るコンビニ、自動販売機、マンホールの蓋。すべてが、なんか浸透しみるような、朝の光に溶け込むような、不思議な印象を与える。白寮生に地獄坂と呼ばれているこの坂。春こそ満開の桜で綺麗だけど、この坂が本当の地獄になるのは、雨と雪の日。雪の日はやばいだろうな、ここ。本当の名前、最後までわかんなかったな。一年の頃はヒーヒー言いながら登ったこの坂道も、今じゃ普通に登っていける。俺が運動不足にならなかったのは、この坂道のおかげだ。この坂道を白寮生の白い、白寮ヒイラギの白い制服を着て、白寮生として登るも、これが最後だ。もうあとわずかな時間で、俺のこの学園での3年間が終わる。なんかこういうのを聞いてると、寂しくなってくんな。俺のために、俺たちのために建てられた、看板。平成13年度、白寮大学附属、柊学園卒業式。卒業式か。
確か中学の時はみんなで送る言葉みたいなのを言ったっけな。よりにもよって俺に専用のセリフが割り当てられてさ、しかも結構長かったんだ。卒業式当日なんて緊張して学校に行ったもんだが、今日は気楽だ。中学の卒業式と違ってかっちりしたリハーサルもなかったし、当日一人一人壇上に上がって卒業式を受け取るわけでもない。あー、なんか代表だった気がすんな。高校の時は、中学は全員受け取ったな。本当に気楽だけど、その分ちょっとしんみりしまうな。やっぱり寂しいもんだ。マリボちゃんのクラス、白鳥ヒイラギ3年 B 組の学園生として過ごす時間はもうほんの数時間しか残されていない。クラスのほとんどの連中が白鳥内に進むけど、学部も何もかもバラバラ。卒業式前は委員長やみこと、あやみね、たま、柏木、みんないつ会えるかもわからない。住処は家が隣だけど、さて行くか。卒業生当時、3年 B 組、鈴宮茜。はい。肌寒い冬もそろそろ終わりの時期を迎え、風は春の到来を予感させます。桜並木はつぼみを膨らませ、白鳥の由来である白い花が咲く時を今かと待ちわびています。本日は私たち卒業生のためにこのような盛大な式を挙げていただきまして、ありがとうございました。学園長をはじめ来賓の方々、そして在校生の皆さんからいただいたお祝いや激励のお言葉は、一言一言がとても深く胸に染みています。私がこの学園で過ごした3年間はとても長く、そしてとても短い時間でした。だってタケルちゃんが急に倒れるから一人で退屈なんだもん。触覚ってなんだよ。犬が来た。おいでおいで。ねえ、タケルちゃんのポテトあげていい？はい、どうぞ。出揃ったわね。何よ、当然でしょ。私は本大会のエグゼクティブプロデューサーにして主賓。バカねえ、エグゼクティブプロデューサーって何もしない人のことよ。じゃあ一人ずつ行ってみよっか。まずは鏡、お前の料理を紹介して。 B 組、はい、おー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 。そなたのケーキだぞ。日本のマスコミに知られぬよう職人を呼び寄せるのはかなり苦労いたしました。背中大きくなったね。立派に成長したもんだね。そうだね。ね、竹
ケルちゃん、プレゼントちょうだい。はあ、さては忘れたな。こんな時に最低だよ。けど、許してあげちゃう。今日は特別だからね。私にはプレゼントくれる人いるもん。抱えきれないほどのプレゼントくれたよ。私は今までで一番のプレゼントもうもらったから。在校生の皆さん、それじゃあ今から卒業証書を授与します。名前を呼ばれた人は前に出てきてください。本当にエクストラの総括なんだな。すげえしんみりしちゃった。なんだかマリモちゃんの口調が固い。なんとなく言葉を噛み締めてるって感じがするな。そうだよな、マリモちゃんにとってもこの大役が終わればあとはお別れだもんな。けど笑顔で嬉しそうだ。先生としての充実感にも満たされているんだろうか。さすがは先生だったってことかな。白金たけるくん。はい。もうぼーっとしないの。はい、卒業おめでとう。ありがとうございます。あなたがいなくなると寂しくなるわね。世話かけまくりましたから。ええ、まったく。私の中では伝説よ。えげ。そういう伝説はちょっと。これからも頑張りなさい、いろいろと。はい。タケル、伝説になっちゃったね。お前も間違いなく伝説だ。欠席の理由が親父に拉致られて冒険ってやつは世界広しといえどお前くらいのもんだ。考えてみたらこのクラス変なやつばっかりだったよな。流れ星のごとく一瞬で姿を消した熱血転校生もいたし、次にやってきたやつは世界的財閥の跡取りだし。鎧美琴くん。ははい。これからもお父さんと一緒にいろんなところ旅してね。はい。元気よく返事してやがる美琴、それ半分は皮肉だっての。違うわよ、これからの人生は見識の広い人が大物になるのよ。白金くんもついていったら。激しくお断りします。今度誘いに行くね。断ったの聞いてなかったのか。来るな。それじゃあ次は女子ね。まったく、みことと一緒に旅なんかしたら命がいくつあっても足りねえよ。あやみねけいさん。あ、そっか、あだもんな。はい。へえ、あのあやみねが神妙な顔つきをしやがる。問題児ほど実は学校に愛着が深いってのは本当なのか。問題児って俺も人のこと言えないか。あれ、もしかしてお前少しうるっときてる。なんか目がキラキラ光ってるよな。マジで白金、後で死刑。そうか、あやみねがね。鏡すみかさん。はい。あ、はい、おめでとう。ありがとうございます。どうしたの、晴れの門出でしょ。そうだよな、だってこれ終わってからなんか話する気なんだろうけどさ、なんかそういうのを全部払拭した後に卒業式迎えさせてやりたかったよな。スミカのやつ元気はないな、きっと俺のせいだ。ごめんな、ごめんな。柏木春子さん。はい。スミカ。
榊千鶴さん。はい。今すぐにもこいつを渡してしまいたい。でもそれじゃ意味がないから。俺の間が回れ、こんな時まで引っ張ったって意味ないから、もう少しだけ我慢してくれ。玉瀬美希さん。はい。クラス全員に卒業証書が渡った。これでもうマリモちゃんの最後の話を残す時になったな。とうとう終わるんだ、白寮での3年間が。さて、最後にもう一人。え？ここで一旦区切るか。最後？最後？誰だ？え、でも、メイヤしかいないよな。一旦区切ろうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。